2012年のホラシス年次総会にて、イリア・ウラジミロビッチ・ポノマ両夫は、ロシアの政治家、実業家。モスクワ大学理学部を卒業し、ロシア国立社会大学で、行政学の修士号を取得。1989年14歳で、ソ連科学アカデミー原子力安全研究所の、プログラマー、マネージャーになる。1995年から、シュルンベルジェ、BP、 ルクオイル、ユコス、ベネズエラ国営石油会社などのコンピュータネットワークを手掛け、ロシアの電子政府化にも関わる。2001年には、ロシア最大の IT 企業、IBS グループの副社長となる。2002年に、ロシア連邦共産党に入党、左翼戦線の創設者、指導者となる。2004年から、ロシア連邦国家評議会の経済特区設置に向けた。 作業部会の議長を務め、その愚心により2005年7月の経済特区に関する連邦法が起草されることになる。2006年までユーリルシコフが始めた企業支援プロジェクトに参加。また、ロシア情報技術、通信省にハイテク製造業の団地開発事業を任せられ、モスクはサンクトペテルブルク、ノボシビルスク、火山、オブニンスク、ニジニノブゴロド、 ケメロボ、サランスクで建設の監督を行う。2007年に共産党指導部を政府に取り込まれたと批判して、セルゲイ・ミロノフの構成へロシアに参加、ノボシビルスクから会議員として選出される。2008年から会員で、ドミートリー・メドベージェフ大統領が委員長を務める。減税、経済特、区・社会的責任投資、イノベーションなどに関する省委員会の議長を、 歴任する。2010年からはメドベージェフが名誉総裁を務める、スコルコボ財団の責任者となり、スコルコボイノベーションセンターで、国際事業やアウトソーシング事業を統括、開発している。2012年、ロシア版金立てとされている、インターネット規制法案を、エレーナ・ミズリナと共に主導する。二千十四年三月、ロシアによるクリミア・セバストポリの編入で、ポノマリョフは、 会員で唯一反対票を投じ、同年9月にはアメリカ合衆国に事実上亡命する。ロシアの裁判所はスコルコボでの横領容疑で逮捕を決定し、会員はポノマリオフの卒追免除特権を剥奪した。ありがとうございます。